さあ今日はですね、こちらの EOS R5 そしてレンズがですね2870の F2LUSM でこちらの重いレンズでですねスナップをしていこうと思います。で場所はですね大阪の新世界の方をですね舞台にして写真を撮ってまいります。ちょっとですね重いのでどこまで体力が持つのかっていうところが問題なんですけども、なんとか撮っていこうと思います。であとはですね今日はですね35から70ぐらいのレンジで写真を撮っていこうと思います。でシャッタースピードが250分の1ぐらいを維持した状態でですね撮っていこうと思うんですが、こういった暗い場所で撮るときは ISO をちょっと上げていかないといけないんですけれども、先ほどみたいに若干明るさがあるところ、明かりがあるところをですねポイントにして写真を撮っていくような形になると思います。ちょっと明るいところを探しながらですね、でこうフレーミングをかけながらですね、フレーミングをかけながら写真を撮ってみると、若干ですねアンダー気味でですね撮っていくのが R5 の方がいいかなと思うんですけども、これは35、今のは 35mm ですね。こういった形で、28mm で手前から奥行きにかけて、シャッタースピードも250分の1に抑えてしまって、明るさは ISO の変動でだいたい3200ちょいぐらいですかね、6400ぐらいまで許容範囲としてやっていこうと思いますので、でここもちょっと温かみのある光を、若干広角で撮るとき、あ、これはここに人が通ってくれるといいんですけどね。こういった形ですね。特に自転車とか密集しているところもですねガチャガチャとしてですね抜け感のある写真が撮れたりもするの で人が入らないうちに、で若干ですね暗い場所に行ってもう行き当たりばったりなんですけど、いつものマンホールから狙うと、どうでしょうか。
で若干3分の1ぐらい下げて撮ってみました。リフレクションをかけて見たいですね。すごく赤が綺麗ですね。こちらこういったですね、赤の再現性とかですね、どのくらい描写されるのかっていうのも、この2870のレンズがどのくらい素養があるのかっていう話になるんですけども、で、あとはリフレクションですね。リフレクションはどちらかというと広角側を使って撮りたいんですけども、こういうか、こういう、はい、あ、じゃあ、どうぞ。